ね。さあ、さあこれをまあ皆さんはハブだと思ってくださいね。これがプロが使うツールです。ハブキャプチャーしてる、ハブキャプチャーですよ。これキャプチャーボックスね。あとはね、サーチライトをヘッドにつけます。あとは 8pm、 8時ぐらいになるといよいよこのハブが活動を始めるんですね。さあ、アイマンのスネーク、ヘビを見つけました、ね、そしたら立ち位置はヘッドが必ずこっち側に向いてる時に対応してくださいね。こっち向いてる時は危ないですよ、噛みついてきますからね。向こう頭を向こうに向いた時にすかさずこの曲がったアールのところを使いましたね。ボディ引っ掛けてタイミングを見ながらってね、まずはリフトを持ち上げます。うおー、手を持つでしょ。すぐにバイトしますから、油に乗った時にはスイッチスイッチスイッチ、ヘッドがアウトサイドで手が噛みついてる間は大丈夫です。頭を運ぶこれがね、プロのスネークのキャプチャーなんですよ、ね、でこれから見てもらうのはね、直接ね、手で捕まえるちょっと危険なやり方が一つありますね。あまりこのやり方は私もやりたくないかって言ってね、噛まれる傷が結構高いんですよ。たまにこのカブトリをね、忘れてしまうんです ね、 ね、そんなことはね、ガリバの次のブランチをカットします。で、小枝を打っといて、金具がないでしょ、ですからしょうがないんで、この先端を利用してね、まずスネークのヘッドをプッシュして、すかさずネックをね、このフィンガーでガッとつまむんですね。直接ですから、一回さ、噛まれちゃうでしょ。一発で成功させないと危ないですね。で、これも同じようにサイドがバックになると、まずいきますよ、ね。まず頭をプッシュします。フィンガーでこう押すんですね。この状態でもね、ヘビは口を開けてバイクを噛みつこうとしますからね、この状態ではまだちょっと安心できないですね。口が開かないように持ち替えてヘビの頭をちょっと親指のところにプッシュしてますね。こんな状態になるともうね、口が開きませんから、こんなことやってもこんなことやってもね、こういうところにバイク噛みつかないで、生きたりを持つ時にはこういう持ち方をしたら噛まれたりしないですね。だからこれが皆さんセーフティーですね。噛まれてるかありませんからね。ヘビはね、エンカリウスに変わるとね、筋肉もたらない